はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってきてもこちらということで、1873年地租改正条例ということになります。地租改正条例は何があるかということになるんですけど、地価で評価しますよということですね。はい、つまり、土地の売買を要するにやることによって土地の値段を決めるということですね。土地の値段を決めることによって売買がしやすくなりますよという反面ですね、土地の税金を金で、要するにお金で、やるということですね。円、輪、銭と、円、銭、輪ですね。はい、円、銭、輪というお金で、納入してくださいねというふうになっているのがこの地価ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。